なんでメールアドレス獲得するんですか。ですよね。え、じゃあ別にメールアドレス獲得しなくても商品ここで売れればよくないですか。そうです。え、そう思いません。なんか一生懸命ここのコンバージョンを上げるとか、みんなこう、もちろんそういう教材とかもたくさんありますけど。どうもー、どうもです。いかがお過ごしですか。これ6月っぽいですよね。6月っぽいですよね。あ、アジサイですか。そう、アジサイですよ。いやー、朝すがすがしいですね。ありがとうございます。まあ、今回テーマはですね、金ですね、お金ですね。まあ、ちょっとね、二文字で言ってるんでね、ちょっと今回二文字で言ってますから、お金にしましょう。お金、はい、お金どうですか。お金、お金があればなんちゃら、もっとお金があればなんちゃらみたいなね、生きてると一度や二度、百度ぐらい思ったことあるんじゃないでしょうか。まあ僕もね、相当思ってきましたね。お金があればどうのこうの、ね、まあ今も思いますしね。今もやっぱお金の奴隷っすね。お金降ってこないかなって思いません。どうすか、お金降ってこないかなって思ったことありません。まあ降ってこないですけどね。降ってこねえよっていうね。なんかあのね、お金があればあればって思うんだけど、お金降ってこないですね。どうすか、お金降ってこないな、お金降ってこないですね。お金ふれふれふれですね。で、今回はそのまあそう思う、まあ僕もね思ったりしますし、でも多分結構人生生きてると、そのなんだろうな、石油王の大金持ちの家に生まれましたみたいなね。なんか芸人さんで金持ちの家に生まれて、なんか中学校か小学生かわかんないですけど、なんかまあお小遣い100万もらってますみたいなとか、あとなんかこの前あのなんかあのカスタネット芸の人か、カスタネット芸の人がいて、なんかその養子縁組に入ったらしいんですよ。まあ結構でも昔か、でその養子縁組に入って赤の他人ですよ。なんかそのおばあちゃんの紹介で、まあ、この養子縁組にならないかみたいになって、それで養子縁組になって、でそのおばあちゃんな、その方亡くなって、なんか資産15億円ぐらい相続するみたいな。いきなりなんか、まあ、税金と省いても10億ぐらい入ってきたらしいんですけど、で今なんかそのお金をマンション経営とかいろいろやって20億ぐらいに増やしてんのかな。あ、それ見まして、そんなこともあるんだねみたいな。養子縁組になって、でその方亡くなられて、そう全部入ってくるみたいな。すごいなみたいなね。まあいろんな人がいますね、世の中は。まあでもね、結論はまあその確率、それ低いじゃないですか。そういうのは宝くじに当たる確率も低いし、まあそんなの養子縁組とかそんな話もまああんまないだろうし、まあお金も降ってこないし、でお金を稼ぐ上でね、もうこれもうマジで大事なことがね、まあ、僕も常にこれ意識してますし、意識してるし、やってるしって話なんですけど、あの、お金って、まあ、この、なんか植物と一緒なんですよ。植物と。お金は植物と一緒です。どういうことだっていうと、その種まかないとこに、お金なんかこう生えないんですよ。ね、種まかないのに。だからもうずっと種まきしてるんですよ。ずっと。で、その、大事なのが、種まきまずするっていうことなんですよ。例えばこの種まきって何かというと、僕動画撮ってるじゃないですか。もう日々動画撮ってるんですけど、あとブログも毎日更新してもう4年ぐらい経ちますけど、うん、もう種まいてるんですね。そのつながりですね。お客さんとのまあ集客のつながりの部分で種まかないとつながんないので、だからあなたがインターネット上でね、何も発信してませんっていう状態で、どうやってあなたのことを知るんですかって話じゃないですか。テレビ CM、 まだ企業レベルで言うならば。テレビ CM も出しません。チラシも出しません。何も出しません。情報ゼロ。情報ゼロでその新商品を売れますかっていう。どうですか？情報ゼロで新商品売れますかっていう。多分ね、超難しいですよ。超難しい。うん、大企業のトヨタでもね、なんか新商品出したら、その発表会もするだろうし、プレゼンもするだろうし、
アップルもね、新商品出したら毎回そのプレゼンするじゃないですか、発表会するじゃないですか、情報出すじゃないですか。で、情報出さないのに繋がることってないですよね。例えばマッチングアプリ、じゃあマッチングアプリであなたの情報全くないのにどうやって繋がります？なんかその、なんか名前がね、名前が無名みたいな、プロフィール無名、何も未記入ね、未記入ね、マッチングアプリに登録してどうやって繋がるよっていう、無理じゃないですか。その女性はあなたのことどう判断してそのマッチングするんだって話じゃないですか。住んでる場所もわかんない、名前もわかんない、顔もわかんない、どういう人かわかんない、どうやって繋がるよっていう、無理よね。だから種まかないといけないでしょね。でもその種が全部綺麗な花を咲かすっていうわけではないんですよね、これ残念なことに。だからとにかく種まくしかないでしょ、やることは。でね、種まいてない人がその金降ってこねえかなと思っても絶対無理なんで、種まきしろって話です。金稼ぎたいならとにかくまず種まきしろっていうね。で、種まきして、あとはそれをやっていく中で確率を上げていく上で、そのなんだ、検証してテストして、で、どうやったら花が咲くのか、どうやったら集客できるのか、どうやったら売れるのか、どうやったらリスト取れるのかとかね、まあそういう改善をしていかないといけないわけですよ。で、その売り方だったりとか、その販売プロモーションだったりとかね、まあどういうふうにやるのかっていうね、具体的なね、ハウツーをね、今回出してますので、はい、明日で終わりですね。明日で終わりですけど、内容はめちゃくちゃいいですからね。まあただ初心者向けではちょっとないですけどね、まあこれはプロモーション PV でも言ってあるんで、大丈夫だとは思いますけど、ただまあ初心者の方も興味ある方はね、買っていただくといいんじゃないかなと思います。内容はいいので。で、いずれ、初心者でもよく稼げますかみたいなあるんですけども、すいません、初心者でも稼げる方法を探してるんだったら、僕じゃないので、僕じゃないです。いろんな広告出てますから、甘い誘惑の広告いっぱい出てますので、そっちで行っていただくといいんじゃないかなと。申し訳ないですけど、初心者じゃ無理です。無理。なんかその、農家の人とか、その植物育てるとか、なんか農業やるにしても、初心者の人が農業で、なんか野菜作れます？初心者の人が。美味しいトマトとか美味しいキュウリとか作れないじゃないですか。だから、まあ僕も初心者でも稼げますかみたいなね、すげえいっぱい今までどんだけもらってきたかわかんないぐらいもらってきて、まあね、100億回ぐらいもらってますよ。まあ古代広告ですけど。100億回もらってることはちょっと古代かもしれないですけど、相当もらってきてるわけですよ。だからそれではなく、早く初心者を脱却するために勉強しようぜって話なんですよ。実践しようぜって話なんですよ。でも そのマインドというか、その考え方だと、そういう広告に全部毎回毎回反応して自分のスキル全く上がんない、で初心者のままでなんとかならないかっていうのを探し続けて終わりますよ。なんでまあ種まきして、練習して、テストして、改善して、それを繰り返すってことが大事ですね。本当にお金降ってこないですからね。僕も人間なんで、なんか宝くじ当たったらなとか未だに思いますよ。ああ当たったらなとかね。まあ買わないですけど、買わないから当たんないんでね。あれ絶対当たんないけど、なんか羨ましいなとかね思ったりしますけども、でもそれはそれなんですよ、ね、思うのは自由じゃないですか。思うのは自由なんですよ。だけどやることは違うんですよ。ここ大事ね。思うことは自由に思ってもらっていい、いい人間だものっていうね。間水が言うわけですよ。人間だものっていうね。思うのはしょうがないと。なんだけど、やることは明確にしろって話です。やることは。種まきしないと金稼げないっていう、その明確化するってことが大事ですね。だから僕は、だからそこがブレないので、いや、種まかないと花咲かないよねっていう、その原理原則があるわけですよ。これ大丈夫ですよね。原理原則ありますよね。種も何もない、無から花生えないじゃないですか。無からね、全く無から花が生えたら、それ神様がなんかやったんですよ多分。無理よね。あ、そう、タンポポもうなんかふわーっつって、なんか種がね、こうふわーっていくじゃないですか、ふーって。で、そのどっかでその土に降りて、それがタンポポになるわけでしょうね。そのあのふわーっていう種がなかったら、どうやって咲くのって、その生えるのって話じゃないですか。無理よ、無理だ。ここのアジサイもまあなんか、誰かが植えたのか、どっかの種なんかがこう、出てきたわけじゃないですか。なんか、ここだけ味差があるんですよね。
なんか種かなんかが育っちゃったんでしょうね。そう、ここだけあるんですよ。ここだけ。そう、ここ、ここ。な、他ないでしょ？他アジサイないでしょ？ここだけあるんですよ。ここ。ない。ここあるんですよ。なんか、その、一人で咲いてます。そう、アジサイいっぱい咲いてないんですよ。ね。アジサイいっぱい、なんかアジサイ通りじゃないんです。ここだけです。あ、ここになんか、あの種がね、こうピッていったんでしょうね。頑張って一人でやってますよ。綺麗ですね。綺麗。いや、ほんとね、種まき しないとダメですよ。だから、もうネットで稼ぐんだったら二つしかなくて、これもいつも言ってますけど、二つしかなくて、ね。二つしかないんですよ、もう。大きく分けると。無料で集客するか、有料で集客するかしかないんですよ。いや、ほんとに。もうこれしかないです。金かけて集客するのか、タダで集客するのか、これしかないでしょ。で、どっちありますかっていう。で、タダで集客したいんだったら、ある程度種でその、巻いていかないと。で、お金は、毎回お金という種を、課金してるんですよ。一日の広告予算、お金という種をね、まあ、毎日その広告予算でね、バンバン、巻いてるんですよ、お金を。お金はばらまいてるわけですよ。で、お金ばらまきたくないんだったら、この無料動画とかね、無料コンテンツをばらまけって話なんですよ。どっちかっす。お金をばらまくか、フリーコンテンツをばらまくか、どっちかなんです。これしかない。そう。だからどっちですかって、2曲しかありませんよ。どっち選びますっていう。で、僕は広告を選んでないので、無料でやってるので、ひたすら無料の、その種まきをしてるって話ですね。だからこれやらないと無理ですよ。無料で行くんだったらね。ただ、なんだ。僕がおすすめしてるステップとしては、初心者の人はいきなり有料広告を出して、いきなり有料広告で集客して、そして売れるかっていうと、これ結構難しいので、てかリスクがあります。初心者の人はいきなりね、なんか相撲に出てね、もう相撲に出たらもうなんか、K1 古いか。まあいいや、ボブサップ。ボブサップ古いですから。まあいい、初心者の人がね、いいよ、ボブサップ。初心者の人がボブサップと戦ったらね、もうなんか小指でいかれますよ、多分。小指で。まあ、てか、これで終わりでしょうね。ボブサップしてます。ボブサップ。ボブサップね、めっちゃ金稼いだよ。めちゃめちゃボブサップ金稼いだよ。ボブサップ。懐かしいっすね。K1、いつだったかな、僕が大学生の時か、K1。僕が大学生、なんか20年前ぐらいかな、K1。そう。かかとキックの、なくなっちゃったんですよ。かかとキックのなんだっけな。名前出てこないですよ。かかと落としですよ。かかと落としの誰だったっけな。名前出てこない。名前出てこないじゃないですか。ダメっすね。年だ。かかと落としの誰だっけな。まあ、20年前の話ですからね。出てこないな。まあ、出てきた人、その人です。ちょっと、出てこない。ただ種まきましょう。お金稼ぎたいんだったらもうひたすら種まくってことが大事ですね。まあ、あとは、まあ、検証する、テストするってことです。うん。どこに種をまいたら、どういう種のまき方だといいのかとか、どこに種をまいたら育つのかとかね。うん。まあ、動画やるんだったらどういう動画、もう僕もずっとテストしてるんで、ね、ずっとテストしてますから、どういう動画がいいのかとかね、どういう動画だったらリスト取れんのかとかね、どういう動画だったら売れんのかとかね、ずっとテストですよ。で、今回、ちょっと新しいでしょ？今回、ちょっと新しいでしょ？ちょっとまあ、今回、その、セールスビデオがなくて、セールスプロモーションビデオなんですよ。で、その、セールスプロモーションビデオを、まあ、全部のやつを、まあ、バーンってやって売ってるんですけども、今回は、その、セールスプロモーションビデオで使っている一部を、まあ、前説でこういうふうにやってるわけですよ。ね、今、売っている、まあ、レターではなく、もう、8分か9分ぐらいの、まあ、その、プロモーションビデオがあるんですよね。で、それのコマを撮ってるんですよ。前にね。で、これ多分、今まであんまやってないと思うんですよ。だから、裏メルマガに登録していただいて、僕の案内メール見れば、その、コマ、一番最初に編集で繋いでる、このちっちゃいこのコマあるじゃないですか。で、これ、コマが全部繋がったやつが見れます。みたいな感じですね。そう。だから、これは新しいですよ。これもテストですよ。反応出るかどうかっていう。
可愛いね。まあいろいろやってみることです。でね、いろいろやってもね、無料の場合はタダですから、いろいろやってもタダなんで、いろいろテストしてもタダですからありがたいね。さあありがたい。いろいろテストしてもタダなんで、なんかね結構ね、そのなんか種まきする、そのテストする上で結構ねビビる人が多いんですけど、大丈夫、金かかんないから、いや広告の方がビビった方がいいと思いますけどね。僕ね、昔東京でやってた時は広告を やってたんですけど、メルマガ広告とかも流してたんですよ。でね、まあ、これトラウマなんですけど、マグマグっていうメルマガスタンドがあるんですよ。マグマグっていうね、結構昔からあると思うんですけど、そのマグマグの有料広告の枠がありまして、その投資のリストですよね、十何万か何十万リストに対して、まあ号外広告出せますよみたいな枠があって、それ一発80万ぐらいしたんですよ。でそれ会社でね、じゃあ一発80万でそれやったんですけど、大ごけしてボロクソ怒られましたね。ボロクソもうトラウマですね、あれは。80万かけて全然リスト取れなくて、もうボロクソに怒られたっていうね。そう、なんかすげえ記憶にありますね。そう、一発80万ですよ。どうですか？一発80万。まあでもテレビ CM とかはもう何千万でしょ？まあまあいろんな広告ありますから。まあもちろん低予算でね、1日数千円から始められるとかね、なんかそういうフェイス、メタ社のやつとかね、まあそのいろんな広告ありますけども、まあそういういろんな広告があるわけですよ。だからね、まあ広告やっぱね、失敗すると回収不能ですからね。そうじゃないですか。その媒体にお金払っちゃってるし。だからまあ僕は最初はもう無料でまあやることをお勧めしますけどね。でもその無料でコツコツ種まきできないんであったら、じゃあ有料、リスクあるけど有料や勉強すればいいんじゃないですかって話です。で、有料もこれ勘違いしない方がいいと思うんですけど、結構ね、これ勘違いする人が多いと思うんですけど、なんかね、有料広告出せば売れるみたいな、なわけないやんと。いや、有料広告出してる人たち、かなりプロですよ。正直。有料広告に出してるやからっていうか、まあ、みんな結構もうプロレベルというかね、結構もう初心者ではないわけですよ。で、その人たちと、戦うんですよ。その人たちと戦っていかないといけないので。で、これ、だから初心者の人がそれ結構しんどいよね。だから初心者の人がボブサップと戦うのかって話じゃないですか。そう。だからそのお金をかけたとしてもライバルはプロが多いわけじゃん。業者とか会社間でやってると、もう特に会社間でやってるとこ多いですからね。その当たり前ですけど。チームで。だからまあこれも勘違い、まあ二つあって、有料出せば集客できるんだろうって勘違いしちゃう人もいるので、そう、それはないよって話です。それだから、それも勉強しないといけないよって。有料広告の出し方、例えば LP のその反応率が上がる LP の出し方とか、反応率が上がるその動画広告だったら動画の作り方とかね。でそっから作った後リストを取ってどういう風に売っていくのかっていうのを勉強しないと無理だよって話ですよね。まあ表面的に、あ、じゃあお金を払えば集客できるんですね、そういう方法あるけど、その集客が確定してるわけではないよって話ですよ、ね、それも勉強しないといけないし、だから僕はね、そのなんだろうな、その有料広告出さない理由としては、その無料動画いっぱい僕は作れるんで、コツコツできますから、てかコツコツそれやるっていう選択をしてるので、なんかね、そこにね、精神的な、なんかそれをうまくいけばいいですよ。うまくいけば、うまく回ればいいんですよ。全然。でもそれはうまく回ればいいだけの話で、回らなかった時に悲惨なんですよ。広告予算と広告費とその売り上げが、わ、全然だみたいになるんで、でここにいろいろ考えないといけないんで、で無料集客の場合は別にそこの広告予算1円も考えなくていいですから。ひたすら種まくっていうね、ひたすら種まいてテストするっていうね、もうそれでいいんで、まあ、精神的に楽ですよ、ね、楽なんです、僕からするとね。で、あとは売上規模ですよね。売上規模が今僕100万円ぐらいって置いてるので、100万円ぐらいだったら無料集客で頑張れば全然いけるので、
ただこれが昔東京でやってた時はね、何億円みたいな話だったんで、それはその無料集客じゃなくてやっぱ限界ですよ。広告かけないと無理です、そんなのは。うん、だからその売上規模にもよりますね。だからその月間で何億とか、まあ、何千万とか目指すんだったら広告かけないとし難しいです。まあ無料で行くんだったらもうある程度そのめちゃめちゃメディア力あるみたいな、チャンネル登録もう何十万人いて月間でまあ毎日毎日にその何十万とか回ってますみたいなメディア持たないとちょっとしんどいですね。1億とかそういうレベルを狙っていくんだったらね。だから昔僕会社規模でやってた時は年商100億を目標にしてやってた時期があるので、その年商100億っていうところを目指すんだったら無料集客だけだったらまあまあもちろん無理、難しいですね。無理。ただね、まあおそらくですけど、その年商10億100億そのあたり、そのなんだ、そういうとこを目指してる人は少ないと思うし、今の僕のお客さん、僕が教えてるお客さんは個人の人が多いし、その、まあ、100万で置いてるのでね、だったらまあ無料で頑張ればいけるよって話で、まあ、僕もずっとね広告起業してからね、これも異常なんですよ。起業してから広告一度も出してないですからね。これ異常ですよ。それで8年やってますから。異常です。マジで。普通に考えたらね。でもそれは売上規模がそんなに少ないので、100万程度だからね。だからいけるんですよ。で、あとは僕がもうコツコツ種まきずっとしてるんで。だからな、話を戻すと、お金は降ってきたらいいなとか、お金当たったらいいなとか、そう思うのは自由だし、自由だけど、やることやれって話です。原理原則があるんだから、やることやれって話です。だそこはね、分離しないとダメですね。なんかね、その、ふわーって思ってる気持ちに、こっちもなんか行っちゃうんですよね。いやいや、こっちはこっち、こっちはこっち。ってやんないと無理っすね。でもみんな結構ね、ふわーってこっちに行っちゃうんで。で、やんないんです。やることやりましょうって話ですね。はい。ということで、やることやればいけますから。本当に。僕も8年ずっとこの少ない再生数でもずっとビジネスね。だ今回ね、結構ね、再生数少ないので少なすぎだし、ちょっと失敗したなっていうのはあるんですけど、まあまあもうこれテストですから。そう。僕もいろいろテストして失敗することももちろんありますよ。ちょっと再生数今回少ないんですよ。まあでもその、50万の価値っていうのもちょっと微妙だったかもしれないですね。再生リスト。わかりづらいですね、50万の価値が。まあいいです。また作りゃいいって。で、まああとね、その2文字だからね。キーワード、タイトル2文字だから、その1は、すごい、微妙じゃないですか。よくわかんないですよね。まあちょっと改善します。次は改善しますから大丈夫です。でもまあこのシリーズはこれでいきますんで、もう。で、明日で終わりですしね。だからまあやることやりましょうって話です。そう。やることやりましょうって。まあ当たり前のことなんですけどね。みんな当たり前のことできてないんですよ。本当に。種まいてないんですよ。今日種まきました？今日どれぐらい種まきました？ 1 個ですか？ 2 個ですか？ 3 個ですか？じゃあ1個まいてその1個の種は 100% 花咲くんですか？だ種はね、なんかよくどれぐらいやったらいいですかみたいなのあるんですけど、花咲くまでやれって話じゃないですか。どうですか、どれぐらいやったらいいんですかみたいなのあるんですけど、いや花咲くまでやるしかねえだろうっていう、いやそれが答えじゃないですか。どれぐらいもクソも、いや1個で花咲くんだったらそれでいいじゃないですか。もう一度言いますね、1個で花咲くんだったらそれでいいじゃないですか。種まいてね、1通メール送って売れるんだったら1通でいいじゃないですか。動画一本で売れるんだったらそれでいいじゃないですか。だって何のためにやってるんですか？集客して売るためでしょうね。コンテンツビジネスをこれからやっていくんだったら何のためにやるのか、集客して売るためじゃないですか。これ一択ですよね。じゃあ極論売れればいいわけじゃないですか、一本でもね。だから一つの種でこうバーって咲けばいいわけですよね。で今回は今回はそのね、極論、究極のね、極論の話もしてますから、セミナーで。まあ、その PV でもちょっと話してるかな。ちょっと入れてると思いますけど。なんかそのステップメールみたいなのあるじゃないですか。で、ステップメールとか、その LP とか、なんかそういうのあるじゃないですか。でも、その直撃で売れるんだったら、その直撃で売れてもいいわけですよね。そんな話もしてます。なんかその、なんだろうな。
リストを取ってステップメールでこう売っていくみたいな、この売り方もありますよ。売り方もありますよ。だけど、直撃で売れるんだったらそれもそれでいいわけじゃないですか。そんな話もしてますんで。だから、いろんなやり方はあります。いろんなやり方あります。うん、はい。まあ、内容はね、ほんといいと思うんで。まあ、あれはね、もう、多分まあ参加者の人がもう全員熟成さんだし、全員稼いでる子だったんで、人たちだったから、多分セミナーやるとほとんどその全員が稼いでる人が参加するってあんまないんですよ。まあ基本初心者の人がほとんどなんで、まだ稼いでません、何やったらいいか分かりませんっていう人はセミナーに参加するんだよね。だからその全員稼いでますっていう人が参加したセミナーって多分ね、あれで最初で最後かもしれないですね。まあ、今後、まあ、そういうセミナーで、そういう感じで来ていただくことがあれば別ですけど、多分あんまないんで。はい。ということで。まだね、裏メルマが登録されてない場合は、裏メルマが登録しといてください。明日の18時と22時の配信で終わりです。はい。まあ、今日はもう終わりですからね。今日18時にも流してますんで、明日の18時と22時で終わりですから、明日の、まだ登録されてない方は明日の18時と22時をチェックしてみてください。明日で販売終了です。はい。では。